どうも皆さんこんにちは、ミントスです。今回はキャサリン・フルボディという恋愛ホラーゲームをやっていくことです。出てくる女の子すべてが可愛くて本当に目移りしてしまいそうなんですが、個人的にはその一番奥にグランドピアノに座っている女の子、名前はキャサリンという子が、お、めっちゃええやんと思いました。ということで早速やってまいりましょう。ストーリーが楽しめます。このゲームはですね、恋愛ホラーと、何これ、自由へと導きましょう。ルボイさんのこれ、はい、恋愛ホラーらしいんですが、なんと恋愛ホラーパートも面白いんだけど、それ以上にパズルがくっそ難しいということなんで、前回の続きか、新しくストーリーを始めます。これがどうなるかなってとこあるんですけど、難易度が低いので安心してプレイできます。そう、難易度がですね、なんかイージーでも難しいですよね。結構危険な悪夢に挑みます。パズルに手応えを求める方は挑戦してみましょう。まあ手応え求めたいんだけど、そうですね、まあイージーでいいかなと思うんですけど、ただ、まあ、ハードはちょっともう絶対無理だと思うんで、個人的にはパズル系のゲームは、まあちょっとでもノーマルで始めてみて、これなんだ、個性ある味が、個性ある味、変わった形の石か、でもこれ普通でいいかな、これは。いや、こっちの方でね、ああこっちの方がいいっすですね、石の形がいいですね、好きかもしれない、こっちの方が。はい、ということでノーマルスタンダードで今回始めてます。ちなみにこのゲームなんですけどね、エンディングまでやることが実は禁止されていまして、動画でも生配信でも、もう両方とも禁止です。なので5日目、要はそのエンディングの一歩手前っていうか、エンディングのそのストーリー、超佳境のストーリーの一歩手前までしかできないらしいんですけど、ただそれでもゲームが面白いっていう噂を聞いたので、もうぜひ今度一回やってみたいなと思ったんですよね、正直言って。ただこのゲーム、注意点が一つだけありまして、まあ、過激な表現があります。なので、苦手な方は苦手かもしれませんが、ただ、そうですね。まあ、どのキャラクターも、なかなか、個性的で、可愛くて、美人で、言うことなしということなんで、これはもうやるしかないと思って、早速ね、やっていくことです。パズルが、非常に難しいらしいんでね、やってみましょう。それでは、キャサリン、フルボディの世界を、じっくりとご堪能ください。このゲームめちゃくちゃ女の子可愛いらしいんで結構楽しいです。おお、なんだなんだ、なんか映画みたい、なんか、なにこれ、なんかの映画のなんかオープニングみたいですね。キャサリンフルボディ劇場みたいな、あれ今なんかルパンとゴエモンいた、もしかして、なにこれ、なにこれ、なにこれ、金曜ロードショー、それじゃん、これ。ゴールデンゲッチャー。そうだよね。そうだよね。いや、そう思っちゃった、今。何これ。テレビ番組やったんだ。いや、俺、キャサリン、本当にさ、見るの初めてなんだよね。パズルパートは見たことがあったんだけど、ちらっとだけ。内容全く知らないから。かわいい。なんだ、この頭。うん、やっぱり赤はフルボディね。あ、声あるんだ。フルボイス、もしかして。すっごい、なんか、どういうこと。夜空が満点の輝きに満ちる頃、待って、お姉さん、胸元が少しお肌気になっていませんか。どうもこんばんは。ゴールデンプレイシアタースペシャルへようこそ。初めましての方もいらっしゃるのかしら。やばい番組じゃないですか。改めまして、案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。なんか石田ルーっていう名前ちょっとなんかあれですね。こんな怖い噂をご存知。どんな。夜、落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。怖っ。今宵ご紹介するキャサリンフルボディは、新たに生まれ変わった異色の恋愛ホラー作品。霊心なのこれ。ある呪いに取り憑かれた男の恐怖と波乱の数日間を堪能していただきます。マジか、ジュニカ、キャサリンもそうだったって。言ったでしょ、
え、何キャサリンと違うの？キャサリン、フルボディ。フルボディと何が違うの？ワインのように熟成され、重厚で官能的な仕上がりになっているわ。え、楽しみ。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼、とても真面目で優しい男なんだけど、ある日、恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。え、何それ、そんなのあんの？そして彼に襲いかかる誘惑の嵐。誘惑の嵐？そんな中、さらなる人物が現れるの。え、何、どういうこと？この子、とってもキュートなんだけど、どこか少し変わっているみたい。気になりますね。なんだかとんでもない修羅場が待っていそうだわ。待ってんだろうな、これは。彼、この人生の超山場を越えられるのかしら。何、超山場って。どこかで新たな扉が開いてしまうかもしれないわね。すべての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。え、何こう、メガネ美女。複雑な人生のマリアージュ、たっぷりとご堪能ください。堪能させていただきます。また後でお会いしましょうね。なんか左のテレビ画面より右側なんかこう谷間の方を見てしまいますね、やっぱりね。やはり人間なんでしょうね、私も。え、人は誰しも自らの人生に加えたカードを受け入れなくてはならない。だから一旦カードを手にしたら、それをどれに使ってゲームにうんたらかんたらかんたら、ベルモード。え、アニメパート、これもしかして。あ、すごい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 、酔いそう酔いそう。でっかいでっかいねえよ、巨人。え、どういうこと？おっと。え、なに、え、パンツの中に頭ぶっ込んだ、もしかしてこいつ今。運命的すぎない、その出会いは。あの、なに？音楽いいね、この音楽癖になっちゃいそう。イエー、おおおおお、これオープニング、もしかしてめちゃくちゃ長いんじゃないのこれ。わわわわ、おっとっと、そのシルエットはもしかして R18。 やめてやめて、困っちゃう。反応にね。あ、虫はなんかあれですね、リアルそうにて、そんなリアルじゃないな。何か、なんか角生えてるんじゃなかった。歌いいね。なんか惜しいってついてる今じゃなくて、なになにこれ。ミュージックシゲラウヤオ、もう完全に寝てしまってるやんこれ。フルボディ、多分このなんかフルボディってやつが追加されたって話だったから作り直したんだろうな、ここね。え、なに、なに、え、なんで俺、え、なにこれ、頭になんか入ってない。え、なにこれ、どういうこと。え、なにこれ、本当に本当に、なにこれ。え、扉開けたわ、なんか。いや、この主人公の顔めっちゃ好きだわ。いい顔してるな、これ。落ちる、落ちた。いや、こういう顔いいよな。こういう顔に生まれたかったわ。これ、なんだ？本当になんだ、これ。おお、今度は揺れてる揺れてる。え？え、落ちていくの？ステージは、地下墓地。え、何これ。早
早く登ってこい。え、登るの？誰だ、ここは一体どこなんだ。いや本当それよ。叫んでる間に登れ、急がないと落ちて死ぬぞ。マジ？落ちて死ぬ？マジかよ。足場が下から崩れ落ちている。あ、設定あるんだ。急いで上に登っていこう。え、見たわかるよそんな。え、それだけ？え？石を動かして足場。石を動かす？一段ずつなら登れるだろう。確かに。動かすったってどうすりゃいいんだよ。どうすんのこれ。この世界に存在する石は A ボタンで方向ボタンで押し引きすることができる。動かせる石と動かせない石が存在するので、まずはいろいろ試してみよう。石の動かし方を間違ったときは L ボタンでアンドゥーすれば。アンドゥーすればいいんだ。あ、そうなんだ。そうか。あ、こうすればいいんだ。え、これ登れないんですけど。あ、これでいいのか。オッケー。ここも。よし、ゲット。どうやって登るんだこれ。ここから。どうしても困った時はアンドゥーすると良いかもしれません。マジ？アンドゥーするか。これもアンドゥーするか。これもアンドゥーするか。オッケー。お、なんか今落としちゃった気がしたんだよ今なんか。あ、やったな、やったと思ってから。あ、こうやってね。はい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 。オッケー。こうやって。オッケー。え、これどうやってんのこれ。わかんねえこのゲーム。いやこれ絶対むずいぞこれ。ミントさん気づきました、このゲームが難しいということに。え、これなんだ。え、無理。あ、オッケーオッケー。あ、これを、あ、こうすればいいか。オッケーオッケー。これもこうか。で、これもこうと。オッケーオッケー。で、こうやって、で、ここ入っていて、何？その石には妙な癖がある。妙な癖？下の石と繋がるんだ。え？変だけ？繋がる？どういう意味だ？石は真下に何もなくても下の段の石と変だけで繋がって落ちなくなる。石を変で繋げて階段を作ることが全てのアクションの基本になる。マジ？一段ずつ上に登れるルートを作ってゴールを目指そう。え、そんなのあんの？よし、ゲット。よし。階段を作るの？いや、俺これこういうのあれだな。よし。いや、むずそうこのゲーム。どうしても困ったときはアンドゥーすると良いかもしれません。やばい、アンドゥーしよう。アンドゥー、やばいこれ。アンドゥー。オッケーオッケー、これで、ね、これ登ってオッケー。どうしても困ったこれをこうして登っていって、待てよ。で、これ登ってオッケー。で、ここも下ろしてオッケー。これもこうしてどうすればいいか。これ下ろして、もしかしてお困りですか。今ならアンドゥーでまとめますよ。アンドゥー。ノーマルではミスをしても、あ、そうなんだ。アンドゥーの残り回数が、え、アンドゥーの回数がガチャとかあんの？嘘。アンドゥー。え？なにこれ、どうやるんだこれ。え、全然わかんないこれ。え、むずすぎたのではこのゲーム。え？やばい。このゲームマジでむずいぞ、多分。あー！アンドゥー。アンドゥー。待て待て待て。もう何を間違えてるかわかんない俺は。いや、待て待て待て。落ち着け。もしかしてお困りですか。いや、困ってす。アンドゥーで巻き戻せますよ。アンドゥー。やばい。え？え、なにこれ。あ、裏側いけるんだ。無理だこれ。あ、そう、こっちか。あ、ダメだこれ。
え、これ、いけたのだ。ゲームオーバーなので、もしかして。まさか。もしかしてお困りですか。今ならアンドゥやばい、ちょっと待って。よし、あ、オッケーオッケー、なんかよからんか。あ、ダメだこれ、待って待って、え、むずくないかこれ。え、あ、ダメだこれ、え、いや待て待て待て、なんでこれ、え、やべえ、マジでむずいぞこれ。え、もしかしてお困りですか。今ならアンドゥで巻き戻せますよ。え、アンドゥで。どうやっても登れないときはアンドゥで巻き戻すのも手ですよ。アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ。あ、これ、あ、え、こ、え、ここまでしかダメなの。あ、逆ってあるか、こっから登れる可能性があるのか、これもしかして。アンドゥ、やだやだやだ、ワンチャンここから登れんだなっていうことは。どうやっても、え、登れなくない。アンドゥで巻き戻すのも手ですよ。え、あ、さて、どうやるんだ。え、なになにこれ、え、アンドゥ、え、待て待て、どうすんだこれ、え、待て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 、アンドゥ、アンドゥ、アンドゥもう無理なんだよな、これで。ワンチャン？アンドゥ、え？何これ、え？ワンチャンこれいけるか？いや無理だぞこれ、え？動かないか、動かないか、これ動かさないんだよな。アンドゥ、え、やべえ、むずいこれ、え、なんだこのゲーム、面白いけどむずいぞ。今ならアンドゥで巻き戻せますよ。俺が止めやってるもんな、オッケー、オッケー、これを戻してオッケー。で、あ、これで上がれるのか、いや上がれない、え、上がれないのでは、もしかして。そうだよ、ワンマスしか上がれないってことはこれ上がれないな。 OK、 いやこれあれじゃないか、こうしてこうしてこうか、あーダメだった、よし、で、こうして、あー、どれどこだったって、こう、こう、これだとあれか、いけないのか、落ちるもんな、これ。どうやっても登れないときは、アンドゥで巻き戻すのも手です。なんじゃこれ、めちゃむずいぜ。どうやっても登れないときは、アンドゥで巻き戻すのも手ですよ。いや登れないじゃん。アンドゥ、オッケー、こうやって、これは
いや、これ違うんだな、じゃあ。これをこうやってここで、これは違うか。じゃあこうするか。これを押すことによってどうだ。はい、こうします。で、これをワンチャン引いて、押せないか。これどうだ。何も言えんぞ、これ。こうってこと、これが違うってことだよね、要するに。あ、いた。なるほどね、死ぬんだこれ。これできるのかな。これはワンチャン裏向けられるかな。ダメか。これ違うんだな、ということは。もう登れないもんな。これ押して、こうやって、はい、これ押す。動かれ。これも違うのか。はい、押す。なんだいこれは。よし。よし。どうだ、これで、これ押してみたらどうだ。何も来ないのか。これ違うなっていうことは、全く何も来ないもんな。どうする。え、ダメだこれ。眠れ、子羊。死んでる場合じゃねえ。ウルトライアシストを有効にすれば、最後の到達地点まで自動で登ら。リトライアシストはポーズメニューにあるコンフィグで設定を変えられるぞ。マジ？そんなあんの？いや、今んとこノーだな。このゲーム、もしかしてめちゃくちゃむずいのでは。よし、ゲット。やばいぞ、想像以上ゲーム難しい。今体が震え始めてるわ。あれ、このゲームマジでむずくねってやってる今。やばいな、まさかこれほど前と思ってなかった俺は。このゲームが、よし、よし、あ、とりあえず上に上がっていっか。よし、ゲット。さてさて、どの道行こうかな。オッケー、まあ、とりあえずあれですね、分かったことは面を持っていくといいってことは分かったわ。なのでちょっと面で持っていこう。面で持っていくさんとこは、よし、ゲット。で、多分ね、作れるところは最大限道を作って、多分上がれってことなんだね、これは。多分見てる感じで、そっからあれですね、作っていけば、まあ、多少のなんかこう
強引なところに行ける感じがあるんで、まあ、そこであれですね、ウィリオンって行こう。お、行けたか。お、行けた行けた。お、お、え、何？どこなんだ？何これ？何が鳴ってんだよ。何やってんだ本当に。また後だよ。どういうこと？待って、死んじゃうってこと？俺もしかして。ゴールはもうすぐだ。あ、そうなの？左に表示されるマップを見ればゴールまでの距離がわかるぞ。あ、だろうね。だろうね。いや、そんな感じだったけど確かに。オッケー。はい。あ、見せた見せた。合ってて、あ、あ、違うわ。合ってるわ。あれ、漏れる漏れる。オッケー。なんだこれ。まさかここに来て。どうやっても登れないときはアンドゥーで巻き戻すのも手ですよ。よし。え？アンドゥー。あそこか。アンドゥー。よし。うわ。え、これ、あ、いける。オッケーオッケー。で、ここで、あ、そうか、最後にコースまで登れるか。オッケーオッケー、いけた。よし。よかった。なるほどね。ってことか。出んの、ここから。え、なに。おお、なんだ。え、なになに。え、やべえ。あー、オッケー、いいね。いや、これむずいな。いや、予想の3倍はむずいぞこのゲーム。やるじゃない。生まれ変わった地下墓地から逃げ切るなんて。地下墓地って何？新しいゲームの始まりだ。始まった？なんか扉の先にとびっきり面白いものを用意してあげよう。え、何があんの？再会が楽しみだね。明日もあんの？あるの？アニマーサルとか。え？なんだ？家の過去か、もしかして。あそこに何も変哲もない。パンツ一丁でもある。ひでえ夢。いや、俺を見たくないね、こんな夢だったら。なんだ、シーツを確かめてるぞ。ん？なんだ、携帯が立つぞ。はい、もしもし。はい、知ってます。今日のレビュー、俺も参加っすよね。今日のレビュー？マジですか。あ、いえ、バグだと思います。いえ、大丈夫です。今出ます。食器ったな。あの、すみません。ピンクのなんかあれだよね、 T シャツ似合うってなんかいいよな、羨ましい。あれ、なんかシャワーの音あったかって今。え、なになに。え、こっから、なになに。すごいなんかもう手カツカツあってくる。なに、どうしたのどうしたの。頭おかしちゃったよ。聞いてる。聞いてます、ね、ちょっと聞いてんの。え、ああ、うん。え、めっちゃなんか疲れているみたいだけど大丈夫。美女なんですけど。さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん、仕事朝からだったから。朝は疲れるわな。うん、しょうがない。なに、どういう時間の飛び方したの今これ。それより手当とかは出んの。手当。手当。休日出勤のに決まってんでしょ。ああ、いや、
出るわけないでしょ、そんなの。特にはってつくこともあんの？ないよ。いや、ないけど。ないんじゃない？正論。ほら、ニコ。え、なになに？彼女か何かですか？キャサリン。あ、これもキャサリンなの？見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢。死んでく夢？殺されてくとかでもいいかな。マジ？ないかな。殺す夢ならあるけど。殺す夢だったの？君らしいよ。本当だよ。わ。何それ？ねえ、私たちさ、何年目だっけ？え？そういや、何年になるんだ？な？長いから分かんなくなってるよ。最低だよこいつ。どうだったっけ？こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。こんな美女と何年も。年だし、心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど。うん。別に今のままで楽なんだけどな。まあ、なんていうか、楽なのが一番じゃん。え、ダメだろそこは。なんて分かんないっつうか。まあね。いやもう今明らかあれってさ、プロポーズ待ってるよっていう感じだったじゃん今のは。行けよ。え、なに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 。え、突然じゃん。びっくりしたわ本当に今。え、だって今。一人暮らしの若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件。詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとして。めちゃくちゃ怖いじゃんこれ。始まってるから。おい、あービール2つで。はい。え、まさかいい女の子いたんだけど。最近やたら親が電話してくるって言ってた。何も気にしてないって言ったんだ。え、気にしてるよ普通に考えて。それとどうなの？つーか先輩はまた当たっちゃってくださいよ。当たる？いいって嫌なんだよ。ああいうの。あ、それって結婚しろって意味じゃないの？間違いねえよ。ご正論。やっぱそう思う？思っちゃうやっぱり。ないだろ。そうか。結婚な。ガキの自分からお前とも長いな。いや待てってジョニー、まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか？そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ今がお互い気楽っつうかさ。お互いお前がだろ。こういうこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、元とやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえってん。きっとだいたい独身のお前に言われたくねえし。確かに俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。そう、お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。せよ。運命の相手に会えなかったら。だったらする気はないね。当然だろ。いい話だったな先輩。え、なんだ、あれなんかこのスーツ見た覚えがあるぞ。面接どうだった？マスターさん、とってもいい人でした。明日から来ていいって。もう落ち着いたのか？はい、すっかり。店長に変なことされなかったっすか？いやいや。ねえ、ちょっと。じゃあまた。それより聞いたか？ポールの話。ポール？死んだってやつ。え？は？死んだ？え、ポールってあのポール？どのポール？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ？事故か？なんだ？いや、朝部屋で死んでんのを母親が見つけたらしい。マジかよ。朝？夢じゃないか？で、それ。ああ、原因不明って話だろ？ニュースになってるな。それか。おえ、マジっすか？明日の朝、俺たちも死んでたりしてな。バカ、やめろっての。またでっち上げて騒いでるだけでしょ。偶然っすよ、ニュースとか。たく、トビーは能天気だな。そういや、朝のことだけどさ。じゃあそう、
実はガキの時以来の寝小便かもしれない。なんだよそれ。超怖い夢見てさ。いや怖かったね。ま、内容はよく覚えてないけど。うわ、お前いくつだよ。32。知ってるよ。あ、そうだろ。聞きたくねっす、その話。うるせえよ。マジ怖かったんだ。そうなんだよな。おい、まだ言うよ。なんか、今日帰りたくねえんだよ。なら、キャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。それにこんな話、また心配かけちまうし。いや、そうだよね。たく、こんな奴のどこがいいのかね。ていうか悪い、明日早いんだ。まあ、飲みすぎんなよ。つーわけっす、先輩。悪いっすけど、お先っす。ん、おう。じゃあ、またな。全てのこんなん飲んだくれちまうよ。やばいぞ。お、21時10分か。なんだなんだ、ウェイトさん来たぞ。ああ、エリカ。エリカ、あの子雇ってもらえたみたいだな。記憶ないのに放り出せないでしょ。そうだよね。素性は謎だけど悪い子じゃなさそうだし、ジョニーも言ってたけど、あの子なんか危なっかしいっていうか、ほっとけないわ。優しいんだね。追われてたとか言うし、っていうか誰に何で追われてたのよ。なんだろう、全然わかんねえみたいでさ。そんなことある？ある。ちょっとよく聞いといてよ。はい、出た、エリカ来たぞ。何もないか。はい、大丈夫みたいです。あの、ありがとうございます。助けてもらって。それから、部屋も仕事も何も覚えてなくて、あの時本当に怖かったので、優しい人に会えてよかったです。どういたしまして。よせって、ただの成り行きだよ。それでもヴィンセントさんは命の恩人です。ヴィンセントさんのためにも、明日からここで一生懸命働きますね。俺のため？いい子じゃないか。電話あったぞ。ユカ、あれめよ。まあでは、時折携帯電話に着信があるぞ。あ、そうの？一部のメールには返信も可能だ。早速試してみよう。え、返信できんの？あ、キャサリンってこう書くんだ。へえ。前から言ってあった通り、昔の友達と集まって食事中で待っていて驚いた。いつの間にかほとんどの子供が結婚してて、半分くらいもうママ携帯で家族の写真見せ合ったりして、私ちょっと浮いてる気分、私の楽がいいなんて言ってちゃいけないかも。あーね、なるほどね。え、何入力って。そういうのもやっぱ気になる。いや、そうだよな、これだよな。前、ああ、間違った、間違った、待って待って、実は俺も考えるよ。人と比べることじゃないけどさ。いや、待って待って、ダメだろ、それ。一応俺でも話すべきかもな。じゃあ、帰り気をつけてな。よし、これでしょう。今回は、OK です。発言したり行動したりすると、謎のメーターが、何謎メーターって動くことがある。え、そうなの？何を意味するかはまだ秘密だが、ヴィンセントの発言や行動は結末に影響する。あ、覚えておこう。エンディングが変わるんだ。でもこのゲーム実況だとエンディングっていうか第6日目がエンディングなんですけど、エンディングできないんだよな。いやー、もう自分倒すしかないな。またやるか。よし。ねえ、私たちさ、何年目だっけ。わからない。結婚か。いずれとは思ってたけど、仕事変わったばっかだし、苦労はかけたくないよな。プライドってやつか。仕方ねえよな。急に親の話とかって、彼女しかないよな。お、なんだ、まとめる。
お、もしかしてストレイシープで飲んでるの？一応なのにわざわざ言ったわけ？もう体壊さないでよ。そういえばこの前言った結婚式の2時間写真もらったの、無理やり余興やらせた時だけど、ちょっと昔思い出したかも。なに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 、どんな画像？かわいいやつ。わーお。え、いや普通にかわいいけど、めちゃくちゃかわいいじゃないの。おお。オッケー。おお、これを言おうと全然いけるな。あまり他の男に見せないよ。じゃあな。え、キャサリン、かわいすぎなのでは？なんだか、今日は帰りたくないな。いや、ほんまそれ。なんだ、また見るか？キャサリンかな？はい、出るか。出てみるか。もしもし、ヴィンセント？私だけど。ああ、何？今日さ、夕方で切り上げちゃったでしょ。私の都合だし、その謝っとこうかなって。いいすんだよ、そんなこと。別に気にしてないって。友達と会ってんだろ？うん。あ、友達って女の子よ。高校の時の。本当か？知ってるよ。どうした？もしかして違うんじゃないか、本当は。仕事早いのよね。飲みすぎちゃダメよ。じゃあ、おやすみなさい。気になっていたそう、今のは。アンケート調査の結果、理想の相手に何を求めるかという質問に対して、容姿、性格の他に声と答えた方も意外に多く。ほう。そんな調査結果を踏まえての質問です。今ここで？もし、こんな声をしてる女の子に迫られたら思わずコロッと言っちゃうという、うん、理想の声のタイプを。理想のタイプの声、マジ？え、サンプルボイスいっぱいあんの？マジ？え、どれにしようかな。ヴィンセント、うん、ヴィンセント、うん、ヴィンセント、ほう、ヴィンセント、ほう、ぜこれ多すぎない声。ヴィンセント、ヴィンセント、ヴィンセント、どれだ。ヴィンセント、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 え、ありすぎてる声が。ヴィンセント、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 え、バトって思ってやばい。いや、なんかどれもなんかいい声すぎて、逆にもうどれ、ヴィンセント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 、わかんなくなっていった。なんだこれ。いや、声がわかんねえ。ヴィンセント、いや、ヴィンセント、いや、でもなんかこう、そうですね、ヴィンセント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 、いや、これいきましょう今回は。はい、これです。いや、本当で何やってんだ俺こんな時間に。ここまでの物語をセーブしますか？はい、わかった、セーブしよう。よし、さあ皆さん、第1回目はここまでということで、お疲れ様でした。またよかったら見てくださいよ。お疲れ様でした。次回はきっと、小悪魔な声の子が出てくるんでしょうね。非常に楽しみです。またよかったらお会いしましょう。お疲れ様でした。